こんにちは、ジョー350です。今回はラーメンの作り方を紹介します。僕の車には温水システムというド素人が使う機能は備わっていないので、タンクにお湯を入れてます。この汚いティファールでお湯を沸かしています。グツグツ沸騰中、人生は奮闘中てな感じで、これがあれば冬サーフィン後のシャワーも問題なしだ。今日は運よく4時半に退社。優秀優秀。とても気分が良いので、いつもの京葉道路ではない別ルートで九十九里へ向かおう。アクアラインを走るなら海ほたるへ立ち寄らないと、なぜか損した気分になる。トイレを済ませたら、めっちゃ甘いコーヒーでも飲もう。なんとなく自撮りしてみたけど、特に喋ることはなかった。まずい。このゴリラの誘惑が。今日は車中飯を作る予定だったのに。勝者ジョー350、見事にゴリラの誘惑に打ち勝つことに成功した。ホールください。はい、ありがとうございます。勝利の味をかみしめる。なんてすがすがしい気分なんだろう。明日の波は最高な気がする。愛想の良い店員さんがおすすめしてくれた超甘いやつを飲んでみる。お次はスーパーへ買い出しに行かなくては。ちょっと買い物行ってきます。片手撮影もだいぶ手慣れてきた様子。今夜は一体何を作ってくれるのでしょうか。
こんなミスは許されるのだろうか。それとも単純にしじみが見えていないだけというのか。スーパーはスーパーで誘惑が多いから大変だ。いつも余計に買ってしまう。じゃあ海へ行きますか。夏は氷買わないといけないわ。暑い。いや、なんか車中飯久々ですね。何使うんだっけ。まあいいや、これは後にして、こっからまずシェラカップとネスティンを使う。ではまずお米を余っていきましょう。1合で、お水はね、このバケツをね、キャンプで使ってるやつに流しちゃおう。
しておくと、ちょっとでっかいんですけど、キャンプでも使ってるスパイスボックスですね。やばい、中でいつもごっちゃになっちゃって。よいしょ。で、ね、ここにちょうどはまるんですよ。秘密基地感がね、増すわけですよ、これで。はい、で野菜ですね。今日はパプリカとキノコ、食べやすいサイズに切っていきます。でかも、ビール忘れてた。でお次は牛肉ですね。これを炒めていきます。
れればよかった。忘れてた。ガーリックチップ、何やかな、やっちゃいましょう。うまそう、いい感じ、いい感じ、よいしょ、蒸す感じで、はい、完成です。今日の車中飯、ちょっとお米硬いかな、大丈夫かな、まあまあまあ大丈夫そうでしょう。はい、本当は朝毛も持ってきたんですけど、ちょっといらないかなと思って今日は省きます。ではいただきます。まずお肉をいただこうかな。でかいな。これを卵に、すき焼き風で、うまい、ナイス。うん、冷めてる。うん、けどうまい。うん、最高。If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter?
ちゃめちゃ雨だ。ちょい場所を移動します。外は大雨で波はジャンク、最高ですね。たまにはこういう日もありますね。そんな日はゆっくり朝食でも食べてのんびりします。濡れちゃってんだよな。どうしようかな。